今ですね、ホーエンザルスブルク城塞、まあ、オーストラリアのザルスブルクにいるんですけど、ホーエンザルスブルク城塞というところにいます。今城塞を、ね、下から眺めているところなんですけど、ここはですね、ザルスブルクのシンボルです。ドイツ皇帝とローマ教皇の、ね、そのさらに1077年に大司教によって発行されたところ、17世紀になってやっと完成したんです。というのはかなり、まあ、完成も時間かかりました。現存する中世の城塞の中では最も保存効果が良いというと、17世紀したら、まあ、1600年代江戸時代、明治から江戸時代の前期ですね。で、ここにはですね、歴代、司教の居室やですね、拷問部屋などがあります。であと博物館、ね、武器や拷問具、工芸品などを見ることができるということです。で、城塞に関してはかなり高いところになるんですけどね、ケーブルカーが出てるんでケーブルカーで、行く感じです。かなりなんか急角度ですけどね、すごいね。で、この周りですね、大聖堂のすぐそばなんですね。